10円紙幣とは、日本銀行券の一つ。旧10円券、改造10円券、交合券、お都合券、平合券、移合券、ロ合券、英合券の8種類が存在し、このうち現在法律上有効なのは、新円として発行された英合券のみである。紙幣券面の表記は、10円。10円日本銀行打換銀券代黒券が描かれていることから、 オークロフだと呼ばれている。紙幣の強度を高めるためにこんにゃく粉が混ぜられていた。日本銀行券の中で最初のものである。図案制作者はイタリア人のエドアルドキオソオーネである。基番号は関数字となっており、投資番号は5桁で、投資番号の前後には、第、番の文字がある。90円券には、紙幣の強度を高めるためにこんにゃく粉が混ぜられていたが、そのために、 虫やネズミに触害されることが多々あった。また、偽造防止として用いていた薄い青色の顔料には塩白が含有されており、黒変することもあった。それにより、かえって偽造が要因になったという指摘もある。そして、この改造権は発行された。通称は、脅威の死死十円である。基番号は、関数値となっており、当紙番号は当初は5桁。 後に六桁となっている。銀本位制から金本位制への移行に伴い、金打探検として発行された。肖像になっている、和け清丸はイノシシによって何時を救われたとの伝説があり、理面のイノシシはこの伝説に基づいていると思われる。そのデザインから、通称は裏イノシシ十円である。当初は記号が色破純の変態仮名であったが、 色は47文字をすべて使い切ったため、それ以降の発行文は記号がアラビア数字となった。当紙番号は関数字であるが、変体加盟記号とアラビア数字のもので書体が異なり、2に対応する関数字は変体加盟記号のもので2、アラビア数字記号のもので2となっている。裏面に製造年が割引で記載されている。日本銀行券中唯一。 左側に肖像画が描かれている。そのため通称は左脇十円である。表面の衣装は俯瞰紙幣の異合券に流用されている。平合券から露合券までの十円券はすべてはケキ清マロが描かれており、通称では一時から四時と呼ばれているので、この平合券は一時十円となる。表面の衣装は打管券である平合券の流用だが、 理面は異なっている。当初は記番号が黒色で印刷されていたが、後に記号の色が赤色に変更され投資番号が省略された。2十10円の投資番号については基本的に90万までであったが、補えすり券といって不良券との差し替え用に90万一以降の投資番号が印刷されたものが存在する。通称は四時十円である。 新円切り替えのため法律上の通用期間は1年にも満たなかった。新円切り替えの際、一度執行した平合券の合権に少子を調布し、臨時に新券の代わりとした少子調布券が発行された。終戦直後の新円切り替えのため、新円として発行する英合券は民間によってデザインされた。この当初の案にはバサラ大将像の英宣言券があったが、 GHQ によるインフレーション助長の懸念と肖像へのクレームのため発行されなかった。この A10 円券は A1000 円券のデザインのバサラ大肖像を国会議事堂に差し替えて流用したものである。大日本印刷や突般印刷などの民間企業でも印刷されたが、そのことが偽造が多発する原因の一つとなった。透かしが入っていない。表面のデザインが 米国に見えるなどのことから GHQ の陰謀があるのではとの悪評が立ち国会でも問題となった。A10 円券の製造終了は10円硬貨が市中に出回り始めた1953年であった。ありがとうございます。